最近寝てないんじゃない？少しは寝なさい。相手は分かんないですけど、うちら着実に狙われてます。くそ、お前の腹が治り次第中越から攻めるぞ。おい、そこは司さんの席だ。どけ。誰、なんだよその髪型。どけ。本気か。おい、ジャムパンでも買ってこいや。どけって言ってんだろうが。おい、ありがとうございます。おい、その頭どうした。なんだよ。司さんが戻ってくるまで俺の神輿担いでもらえませんか。なんでてめえを担がなきゃなんねんだよ。だったら俺とタイマン張ってくれませんか。俺が勝ったら担いでもらえますか。ああいいよいいよ、やろうぜ。おいそんな弱い者いじめみたいな真似できっかよ。じゃあどうやったら司さんの戻ってくる場所守れるんですか。あの人は俺の人生変えてくれた人なんです。俺はいじめられてやり返すこともできない、すっげえ弱いつまらない男でした。でもそんな俺に司さんはなぜか面白え面白えってずっと一緒にいてくれたんです。